こんにちは。こんにちは。今日ですね、はい、100を切っていこう切っていこうのパート3ですね、はい、パート3ですね。シリーズ化してパート3ですけれども、はい、まあ、同じ日に撮ってますから察してください。しかも本当についさっき撮ったばっかりですよね。2分前ですね。はい、で今日はまあパート3ということで、はい、まあ、まず第1パート1にですね、はい、グリップの握り方 ね、 グリップ握りね、やりましたね。まあ右手を上から握りますよと。上から下からじゃなくて上から、右手はね、左手は自分の好きなように握ってくださいと。はい、でなるべく緩く緩く握ってください、はい、アドレスは脱力した感じで、まあ、本来はクラブ持たないでアドレスするのが一番ベストですよと。その状態でクラブを持つ感じね。そう、クラブありきで持つんじゃなくて、はい、何もない状態の持った感じを大事にしてくださいっていうことが、まあパート1で、はい、言いましたけれども、パート2、パート2はね、バックスイングのあり方で、はい、まあクラブヘッドからね、はい、上げますよっていう話をね、そうクラブヘッドから上げていくんですけど、はい、まあ簡単にやったのが右手を腰のあたりまで伸ばす。そう、ハーフエンドとかだね、はい、でそこに来た時に左横をしっかりついてる。そうすると肩もしっかり入るから、でそのまま上に上げる感じだね、バックスイングね。で切り返してフォローですね。今度ね、フォローは左手を伸ばす。そこに右手をしっかりつけていくと、しっかり肩が入っていくと。でもまあなるべく丸く振りましょうという感じで、はい、まあ大体そのスイングの気をつけるポイントというのはね、はい、簡単にできたんじゃないかなと思いますけれども、ここまで来たらもうだいぶもう100切れてる。もうここまで来たらもう99ぐらいまでいってますね。切っちゃってます。切っていこうだから、はい、もうだから1回じゃないんですよ。そういうことですね。もう平均して切っていこうってことなんで、はい、まあこの辺はね、やっぱり僕たちも大切にしていってる部分であるんで、はい、まあ、皆さんも大切にしていただけたらなと思うんですけど、はい、パート3では、はい、ちょっとまあ大事なパート2のね、最後ちょっと言ったんですけど、はい、くるくる回すやつね、ちょっとまっちゃんくるくる回してもらっていいですか。ここで何言ってるか分かんないと思いますけど、こうやつですね。そういうやつじゃないです。やってみてますけど、はい、それじゃないんですよ。それじゃない。大事な要素があるんですよ。バンって打って、くるくる、そう感じ出してるだけじゃないんですよ。そうなんですよ。感じ出してるだけかと思いましたよ。かっこつけてるだけじゃなくて、はい、くるくる回せるには理由があるわけですね。なるほど。アマチュアの方、なんで回せないか、わかりますよね。手に力入ってるとね、回せないんですよ。ガーンって打って、打った後力入れてたら、回せないんですよ。だから、打った後っていうのは、手に力抜けてるんですね。ちょっといいですか、どうぞ、お願いします。そう感じ出てるね。あ、今100のグリ狙って、はい、グリ乗んなかったっす。でも感じ出すことが大事なのは、やっぱりそのグリップに力抜けてることが大事なんで、いつまでも強く持ってちゃダメなんですよ。そうっすね。そうなんですよ、うん、ちょっとそれを変わって、もう言っちゃったけどね、もう終わりっすか。言っちゃったんですけど、ちょっと僕変わってもらって、はい、俺ね、1球打ってないですよね。2球打たなかったですか。打ってないんですよ。打ってないですか。これね、はい、9番円ですよね。はい、10番円ね、こうやって打ちます、戻します、回します。うん、この流れね。なるほど。どこで回してるかまで言いますか。いや、もう一回はい、正面からもらって、正面からね、はい、打ちます、戻します、はい、回します。ここで回してるですね。右手で回してるんですか。右手で回してる感じですね。でこれ力抜けてないと、はい、できなくて、じゃあできないですよ。ああ、こうやってここで力抜けてないとね。もう一回いいですか。来てバーンと来て、はい、こうね。ああ、今回さなかったバージョンだけど。でこれやっぱりすごく大事なことで、はい、結構プロゴルファーやるじゃないですか。やりますよね。だからやっぱり体に力が入ってないんですよ、そんなにね。打った後はこう、まあ確かに抜けてる感じはありますよね。そう悪かったら持っちゃうじゃん。確かに調子悪いと、うん、まあそもそも打った後にミスショット後に右手も離せないっていう。離せないですよね。はい、それぐらい持っちゃってるんですもんね。大事なことなんで、うん、やってほしいのと、まああとはね、こう練習でね、はい、やっぱ球を前に飛ばすね、
前飛ばすじゃないですか、横じゃなくて、はいはい、っていうことはね、ある程度ボールに体重を乗せていかないといけないわけですね。そうするとですね、まあ、練習場とかだと、はい、ちょっと、まあ、周りにね人がいない時とかにやってほしいんですけど、はい、こうやって打ったらこう出していく、右足を出していく、うん、うん、このね動きをちょっとしてもらうとですね、それプラスあのくるくるですよね。ちょっとやってますけどやってました、今やってましたよ、くるくるっていうかこう、あ、俺ね、シュッとそうそうそう、でもこの動きがやっぱ大事で、ほとんどの方はね、はい、こうなっちゃうわけよ、上げようとしたりして、うん、あ、全然下半身動いてないじゃないですか、はい、だからしっかりね動かしていかないといけないですよね。なるほど、うん、まあそのスイング的なことで言うと、はい、まあこれくらいかなと。なるほど、うん、思うんで、はい、まあこの今日パート1、パート2、パート3でやりましたけれども、はいはい、まとめてちょっとね撮影しましたけど、はい、まああのスイングの細かいことはやっぱりいろいろあるから、うん、で人それぞれあるから、はい、基礎的なね、確かに、しかも僕が思うだからそうです、まあ思うことはみんなそれぞれあって、それでそうそう、だから逆に言うと、うん、思うってことはワッホーさんが今までやってきてよかったなって思うことなわけじゃないですか。そうですね、まあ、僕もいろいろやってきて、はい、うん、まあ、んでまあいろんなね今理論が出てるから、はい、まあ頭がねこんがらがんになっちゃってもうわけわかんなくなっちゃった人は一旦やってみるとねいいと思うんですよ。そうか、なんかあのシャローイングとか、シャローイングとかすごい大事なことなんだけど、ハンドファーストがこうとか、そうそう、いろいろあるけど大事なことなんだけど、まあ、そういうのをやりすぎて、はい、わけわかんなくなっちゃった人ね、まあ、やってもらうとね、大丈夫、そういう人ための逃げ道の動画ですね、逃げ道の動画まあうちの動画見てくれてる人は、はい、まあほぼこんがらがっちゃってる人でしょ、もう確かに上げ方がどうとかっていう、ね、そうで、まあちょっとね一つ、まあ、練習法ね、はい、簡単なやってほしいなって思うことが、はい、ここ切るためにね切っていこう、切っていこう、切っていこうで、はい、やってほしいことが、まあ、よくアプローチ50ヤードぐらいさ、はい、まあ、僕たちはほぼ58で打つじゃないですか、打ちますね、ね、アマチュアの方も58とか、はい、52で打つことが多いと思うんですけど、はい、ピッチングとかでね打っていただくと僕はいいかなと思います。それはパート4ではなくて、パート4じゃなくてパート3の最後にちょっとやっとこうかなと、ここでちょっとやって、その詳しい内容はパート4で出すとかではないですね、ないですねで、まあちょっとここだけはね、はい、パート3でやっておきたいなっていうのがあったんで、ピッチングで50ヤード打つ練習何がいいのかっていうと、はい、まずは大きく振らないでしょ。ああ、確かに小さいですね、動きは小さいですよね、はい、大きく振らないからミート率が上がるよね、はい、ミート率が上がるとその球のコントロールがしやすいですよね。確かにコントロールが効いてそうな感じですね。そう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 、で球は低いから、はい、もちろん転がるんだけど、はい、やっぱりある程度転がってくれる、うん、でその距離感がつかめてくるとやっぱ簡単だと思うんですよ、うん、バンカー越えとかはねちょっと難しいかもしれないけど、花道ぐらいから、そうそうそう、で何がいいかっていうと、はい、58とかよりもソールがちょっと広いですね。あ、確かに優しいですね。そう、広いのと、まあ、あと僕たちよく言うのがあのフェースに乗るっていうね、話をしますけど、感覚は掴めやすいですね。あんまりスカッてなる感覚ないじゃないですか。ないですね。なんでまあ簡単になんとなくでいいんで、こう50ヤードをこうピッチングで打つ練習をいっぱいするとね、うん、いいと思うんで、はい、まあ、その辺をやっていただければなと思います。わかりました。ちょっとパート4がですね、はい、いつになるかちょっとわからないですけどまあいろいろそうですね、切っていこう、切っていこうだから、はい、前やってたシリーズは、はい、100を切るためのパート1パート2まで行ったんですよ。ああ、切るためのですね。そうです、それは最後出してですね、はい、8ヶ月経っちゃったんで今回ももうまあその時はもうみんなは切り始めてきてるんで、切り始めてきてますね、はい、だからこれからはもう確実に切っていこう、切っていこうなんで、はい、まあ、パート4は、まあ、しばらくはちょっと待ってくださいだから切りたかったんですよ、ここまで。なるほど、そういうことですね。これまでやってれば、はい、やっと切れるんですよ。そうか、そのこれをやってればやっと切れる。だから
なるほど。この先ちょっと思いつかないですよ。なるほど。なんでね、はいはい、まああのあそこで練習してる方いますけど、はいはい、まあ名前を伏せとくんで、伏せとくんでね。ということでね、はい、また今日もねご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。